コミニュースランキング。時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングで紹介。ランキングを紹介する前にまずは芸能とスポーツです。はい、日本スケート連盟は昨日、羽生結弦選手が東京オリンピックで負傷した右足関節の捻挫が完治していないため、3月の世界選手権を欠場すると発表しました。まあ、オリンピックの時に、ね、終わってからインタビューありましたけれども、はい、練習で、ね、転倒して実は試合は出られるような状況じゃなかったと、ね、その状況の中での演技だったんですが、まあ、一方で松川さん、こういう状況になってロシアの選手がね、国際的な大会で参加できない、まあ、松川さんフィギュアすごい好きだということなんです、はい、これ一ファンとしてこうどんな思いだったりします？これはこれでこの分でいくと坂本花織選手がもしかしたら金メダルかもしれないっていう期待と、やっぱりロシアの選手たちの本当に芸術として してみたいぐらいの素敵な演技というのが見たいなっていうの、あれが見られないのは寂しいですね。だから実際に選手の皆さんも複雑だなと思うんですよね、はい、お互い切磋琢磨していろんな世界選手権戦ってきて、ね、刺激を受けながらという中で、まあ、こういう状況の中で出られないことも大変だと思うし、またその中で仮にそのいい成績があったとしても、人たちが出てて出てたらなどうなってたんやろと思っちゃうんじゃないかなとかね、まあ、本当、ここ数日改めて思うのは政治とスポーツって切り離して考えるべきだとは言うても、この状況の中で人間やっぱりね、そこまで整理がつかないっていうのは本当にあるなというのを改めて思うところなんですが、ではニュースの方行きましょうか、はい、ではニュースランキング、まずは第5位、奈良市の東大寺でお水取りの名前で知られる伝統の修行、修二会の本業が昨日から始まりました。本当に春の訪れを告げるという行事が、はい、まあ、近畿もちろん日本中にあるんですが、まあ、一回思うんです、もう本当ね、こういう殺伐としたニュースが多い中でね、こういうニュースを見るとね、見聞きするとホッとする。春はやってくるんだな、はい、ね、改めて感じますね、はい、続いて第4位、来年卒業する大学生や大学院生を対象にした新卒採用の会社説明会が昨日解禁され、就職活動が本格的に始まりました。まあ、松川さんのところにもお子さんいらっしゃいますが、もちろんいろんな受験の中で心配することあると思うんですが、私やっぱり去年一昨年息子の就職活動というのもあったんですけど、これもまた独特 の親としてのこの立場もねありますか、やっぱり、まあまあ、ある程度も大学生とかね、なってくるとまあほったらかしなところあるんですが、まあ、一方で日本の場合ってこう一つね、自分の生涯の仕事先を決めるみたいなところもありつつ、まだね、そんな感じですもんね。でも一方で今の若い皆さんってそこまででもなかったりするというか、そうかもしれないです ね、また次があるしとか、また違う仕事が見えてくるかもしれない、まあね、あったりもしますけどね、まあ、本当に働くとは何ぞやというのを改めてこういう機会に感じますよね、はい、はい、続いて第3位、トヨタ自動車は仕入れ先へのサイバー攻撃の影響で稼働を停止した国内のすべての工場を今日から全面的に開始します。今回もお話出てきましたが、ランサムウェアというものを使われまして、はい、要はそのデータをサイバー攻撃して身代金を要求するという、ね、考えたら、まあそういう仕組みというのもね、ここ昨日今日始まったところじゃないんですけれども、まあ、いかに改めて今こういう形でサーバーが、被害があった時に本当にもういろんなところにね被害が出てくるというのは改めてですけれども、ね、大変なことやったなと思いますよね、はい、続いて第2位は、政府は新型コロナウイルス対応のまん延防止等重点措置について延長と解除をめぐる調整を続けています。今月6日に期限を迎える31都道府県のうち、昨日新たに茨城県、京都府、兵庫県が政府に延長を要請しました。まあ、やはりこれだけまたどこかで感染者の数のが高止まりしている状況の中で、まあ、病床の逼迫率等々を考えたときに、まあ今、ね、まん延防止等重点措置をやめるという選択肢はなかなか難しいだろうなと、でも一方で本当皆さんの周りもそうだと思うんですけれども、はい、お一人かかるとご家族も含めてね、またその濃厚接触者会社とかとなってくると、本当に今会社とかお仕事含めて回らないという状況も生まれてきているのも確かで、まあ、まん延防止等重点措置がどれぐらい効果あるかというところではあるんですが、行政とするとこれしか打ちようもないというところもあったりするでしょうしね、大変なところだと思います、はい、続いて1位は、
日本やアメリカ、ヨーロッパの G7 先進7カ国は財務省中央銀行総裁会議を開き、ウクライナに侵攻したロシアへの圧力を強化する方針で一致しました。はい、この後石田英さん登場でございまして、またこれをめぐるですね経済面の話等々含めて続けていきたいと思います。はい、では、この後石田英さんの登場でございます。さあ時刻6時22分40秒になります。ここからは石田英さんでございます。石田さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。まあ、連日ウクライナロシアのニュースがある中で、新型コロナのニュースっていうのがいつもから比べるとちょっと少なくなってきてる感じもある、というのもやっぱり何でしょう、一方で減ってきてはいるんですよね、石田さんね、新規感染者の方も、まあ少しね、ただまあ表現としては高止まりの方が正しい、そうですよね、イメージ、うん、もっと今の時期イメージではちょっと下がってるイメージでしょうね。そうそうそう、3月の上旬になると。ただそのいわゆるステルスオミクロンっていう、まあ、あの亜種がね、まあ、また増えてんちゃうかとか言うて、はい、そうするとあのいわゆるオミクロンとはまた違うやつなんで、そうですよね、でそうそう、数としてはそんなに減れへんのちゃうかって言われたらやっぱりそんな感じですよね、高止まりしちゃってる。そうですね、まあ、あと3回目の接種も、まあ、少しずつ進んできては、いますけどね、いまして、まあ、一方であの本当新規感染者の方、また濃厚接触者の数というのも、合わせてこれ増えてくるわけですから、ほんまにね、あのさっきもちょっと言われちゃいましたけど、その、まあ、飲食店のね、その規制だけで乗り切れるのかとか、ってかその、こう正しいのかどうかね、もうここまで来たら思うな。そうですよね。まあ、乗り切れるどうかもあるし、そのこのね、やっぱり病院とか保健所のその疲弊ぶりというか、こんな、だって、うちらの周りでもどんどん陽性者出たじゃないですか、はい、まあそうですね、で結局、最後まで連絡なかったりとか、結構、そうですね、追いついてないですよね、多くの場合がもう、スマートフォンへのショートメッセージだけ、だから診断書もね、もちろんもらってないし、あとあの、自宅療養の場合は、まあ、大抵の自治体はその段ボールばかりね、食べ物とか送ってくる、結局送られてこなかったとかね、そんなのがいっぱいあるということは、もうこれもだから、まあ、二類の扱いとしては、まあ、おかしなことなんですよね。もう考えさなあかんわ、ほんまに、ね、これだから思うんですけど、途中から五類にしますわけにいかんのかというと、なかなか手続きそんな気にもいかんのですかね。まあ、ただまあそのトイレかな、イギリスなんかはそんな2とか5とかに乗って、臨機応変に、そうですね、こういう時はこうしましょう、これもうちょっと決断できたら今度はこうしましょうとやんねんけど、もうちょっと臨機応変にできへんかなと思うんですよね。まだまだこの状況でいくとどうですかね、落ち着くにはもうちょっと時間かかりそうな感じですもんね、これ見てるとね。ほんまに、診断書が出ないんだね。ね、合わせてこう例えばそれこそなんか保険の申請の手続きとかね、そうそうそう、せなあかんやんか、ね、そういうものもできないですね、進められない。かといっても保健所の方はもう今もう筒いっぱいどころかってレベル超えてるじゃないですか。その人にね、もう治った人間がね、すいませんちょっとあの保険金の請求があるんでこれ書いてもらえません、それ言われへん、そうそう、後にもうすいませんちょっと後にしても言われへん、はい、ね、はい、では時刻6時25分でございます。こちらの話題からお届けしましょう。高まるインフレの懸念、ロシア通貨過去の危機で8割安という話です。28日の外国為替市場でロシアの通貨ルーブルが急落いたしまして、史上最安値をつけました。欧米がロシア中央銀行に経済金融制裁を科しまして、通貨防衛の手段を事実上断ったことで通貨の価格がまあ急落するということですよね。制裁2014年のクリミア併合の時よりも強力で、今回の措置による余波、当時の通貨危機を上回る恐れも出てきているということで、さあ通貨安ということになりますと、このインフレの懸念ということなんですが、石田さん、この辺りを解説してもらいたいと思います。もう今ロシアの人大変よ。いやだからね、下ろすに今なんか下ろせないし、ATM にね、並ぶんですよ、やっぱりね、あのもう身に感じるんですよね、あの物の値段が上がっていくのが、もうおそらくね、インフレっていうかハイパーインフレ起こるで、これ、これでこうずっと上がどんどん上がっていくの分かるから、やっぱりこっちとしてはお金を下ろして変えたいよね、あの物に、ね、それが下ろせないわけやから。で、あの今も ATM の中の紙幣がもうやっぱ切れてきてるっていうお話まであって、下ろすに下ろせない。そもそもがね、あの実はロシアの人ってルーブルあんまり信用してないんですよ。なるほど。だからドルとかを持っときたいんだけども、それも家に持っとくのもなんやからで、銀行に預けて、前からドル貯金して、ドルを ATM で下ろせるように
してたんですよ。なるほど。だからそれはもう最初からも全然アウト。アウト。全然アウト。うん、で、じゃ今度はルーブル下ろそうかと思ったら、うん、ルーブルも1回じゃ3000までとかね、日本円で言うたら、3000ぐらい、3000で何が買える？いや、あの実際今石田さん言ったようにね、はい、こう日に日に値段が上がってるって話あるじゃないですか、うんうんうん、例えば僕らでイメージで言うたらほんま例えば今日どっかお店に行って、うんうん、パン一斤が100円だったものが次の日になったら待ってる前に一斤200円300円になってるっていう感じですか、うん、イメージで言うと。あとね、あの、まあ、インフレになるから言って中央銀行が政策金利、まあ、昔で言う、うん、ね、はい、あの公定部会、はいはい、これを今まで 9.5 も大概だけど、はい、これ20にしたんよ、はい、見たいですね。 20% って言ったらさ、うん、例えば日本の消費者金利は 18% なのよ、うんうんうん、なるほど金利上限が、はいね、うん、20% それ超えとるわけやんか。昨日あのニュースで、うん、あのインタビューを答えた方が、うんうん、住宅ローンをね、あ、そうなの、組もうと思ったら大変って、大変なことになって、そら家も買えませんわ、ローンも組めませんわね。消費者金融はさ、ちょっとしたその日常のお金やから、まあ 18% でもなんとかまた返せるかもしれないけど、うんうん、大きな買い物が18とか20で組んだらあなた、うん、無理よ。いやだからほんまに、はい、ロシアのね、うん、国民の方は今どんな思いで毎日過ごしてはるんやろうと思う。一方でその過ごせてるのか、去年、あ、ごめんなさい、先週の金曜日に、うん、あのスイフトっていう言葉を覚えてるください、はい、これが前だ金融制裁の核爆弾って言われてて、はい、言われてるこれ以上英語のないから言ってたら、あっちゅう間にしたね、うん、僕1週間でやると思えへんだ、ましてや2、3日でやったらここから。そうでした、もう言うたら次の日ぐらいのレベルでした、うん、というのはスイフトをやると、あの前だロシアとの貿易がほぼゼロになるんで、入ってくるものが入ってけへんになるという意味では、うん、あの返り血を浴びることもこっちも返り血を浴びる、うん、そうですよね。でそれで特にドイツなんかはその天然ガス凍ってたもんやから、うん、いやどうしようかな言ってたけど、やっぱこうは言うてられへんと、うん、もう世界が、うん、ただこのスイフトと言われるものでね、うん、通貨が取引できなくなって、うん、お金取引できなくなって、うん、この効果ってのはいつ頃出てくるんだって話だったんですけども、もう出てるよ、もう出てる出てる出てる、うん、だって売り買いできへんわけやから、ね、その輸出入ができへんって、例えばね、うん、ロシアと日本でいうとね、あのすごい、まあ、日本でいろんな国から物を輸入してるじゃないですか、うん、ロシアからも、まあ、例えば石油とか天然ガスとか輸入してるんだけども、うん、全体の輸入量から言うと 2% ないのよ、うん、98点なんぼはそのまま正常にやってるわけね、はいはい、1点何パーセントもやから、ほとんど実はあんまり日本の場合、日本の場合、ね、やっぱりヨーロッパとか結構影響あるのかな。あの日本でどういうところに影響あるかなと思ったら、うん、大手回転寿司チェーンさんとかが水産系のものをロシアから輸入してて、でしばらくは当面は大丈夫だそうですけど、例えば鮭なんかは次のその料金までの分はあるわけね、鮭、うん、とそのもうその先過ぎたら便利鮭とかあんま入ってきてになってるでしょう、だから言う通りで、うん、一番直撃してるのは海産系ですよ、うんうん、ですね、うん、でだからいろんな企業努力でね、一皿100円ちょっとで我々は美味しく頂戴できているものが、まあ、当面は維持できるとして、これが長引くとっていうことになってくるんでしょうかね、うんうん、まあ、国によってはね、その、まあ、天然ガス入ってけへん、小麦入ってけへん、はい、で要はね、あのロシアの経済ってね、ものすごく小さいんですよ実は、うん、GDP が韓国と同じぐらいっていう、てか一人当たりの、はい、韓国で日本で人口大体韓国半分じゃないですか、半分、うん、で、ロシアはね1億4000万人なんで、日本より2000万人ほど多いだけなんですよ、うん、あんだけ広いの、あんだけ広いの、ね、あんだけ広い、でただ国民一人当たりの GDP になると日本の4分の1なんですよ、4分の1、そう、だからもう経済的には小さい国なんですね。でもなんかイメージ大国ですけど ね、 そうですね、だからね、原油、うん、で皆さんの頭の中でイメージしてほしいのは、うん、大きなガソリンスタンドが、はい、ロシアです。あのガソリンスタンドって我々中東のイメージじゃないですか、もうまあ、結構大きいんですよ、うん、原油と天然ガス、うんうん、で大きなガソリンスタンドの横で小麦売ってるイメージしてください、はあ、それがロシアです。なんかものすごい道の駅みたいな、そう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 、ガソリンスタンドの端っこで端っこで、売ってらっしゃるありますね、うん、そう、灯油の代わりに天然ガスも売ってて、うん、で、道の駅みたいなとこで小麦売ってる、うん、これがロシアです、うん、だからそんなに日本は影響はない、だ水産物はすごいある、うんうん、でもなんか
そうなんですよね。実はロシアの国の経済とかって、はい、あんまりこうどうなってるかなって考えること普段ないですから、うかす、こういう時に改めてなんですけど、うん、でもその経済規模であれだけの大国だということは、うん、やっぱりそのエネルギーを持ってるってのは大きいってことなんですかね。大きいよね。だからでもそのエネルギー価格にすごい左右されてまうんで、国の収入が。で、僕ね、実はね、1991年12月にソ連が崩壊したの、ゴルバチョフさん。はいはいはい。まあ、皆さん何となく覚えてはると思うけどね、ペレストロイカとかさ、はいはい、グラスノスチとかいろいろあって、ありました、ありました、情報公開とか、まあ、いろいろあって、まあ、ガラッと変えて、うん、でソ連という国を崩壊したんだけど、非常に平和に崩壊していったわけ。そうでしたよね、あんだけはね、イメージは。で、まあ、新しい体制に移行したんだけども、やっぱ混乱したわけですよ、うん、でその僕2年後の12月に行ってるんですよ、うん、ロシアに、はい、でその時のね、もう面白いのがね、うん、もうまあ、面白いだったら向こうの人大変なわけよ、はい、要はもう一旦は僕は極東なんですね、ハバロフスク、はい、ウラジオストック、友人のサハリンスク、はい、まあ、極東しか行ってないです、極東、うん、つまりモスクワの方は行ってないです、うん、東側だけ行ってますよね、はいはい、まあ、日本に近い方ですよね、距離で言うと、まあ、うん、もう函館からピュッと行ったところぐらい、はい、ほんで行ってまず誰もルーブルを信用してへんだことにまずびっくりした。僕東京で行ったんやけど、両替したん1回だけ。それもね、うん、国営のもレストランとか入ったらルーブルしかあかんわけよ。ああ、そうなんですね、まあ、なるほど。その代わりに、ね、国営の人はね、もちろんレストランあるでしょ、うん、物がなかったら食べ物が、うん、でも一応国営にはちょっとあった、うん、で、あのここのうまいもんなんですかって聞いたら、うん、うちにうまいもんなんかないって言うんですよ。なんかどういうことですか、何を言うとね、これだとかね、うん、ほんで、まあ、これ頼むでしょ、まあ、なんかこう通訳してくれた人は、うん、ここの飯で文句言えへんなのはあんたらが初めてやって言われて、僕そこまで悪いと思いませんよと、まあ、言い方悪いけど学校の給食、うん、あの国営のレストランかもうちょっとしてれば給食ぐらいやから、別にそんな、ほんで最後にあのコーヒーあるでコーヒーまずいでとか言うんですよ、うん、常にまずいで言うんです、常に何か頼んだらまずいようちはって言う。でなんでこんなこと言うのかなと思ったら、国営なんで客が来ようが来ようまいが給料一緒なわけですよ。はあ。だから来てくれへん方がええわけ。あ、楽できるから。楽できる。で、その通訳の人が、ね、分かるでしょ、だからこの国潰れたんですって言うてて。で、そこを使うための若干そのルーブルは持ってましたけど、あとは全部円かドルやないとね、ダメなんです。やり取引してくれないんですね。で、僕、ドライバー向こうでね、ガソリンもなかったから、うん、車もあれへんから、うん、車とガソリンを用意できる人をドライバーとして雇いますと、はいはい、やってたんやけど、円で払おうか、うん、ルーブルで払おうかドルで払おうか言ったら、うん、もうそんなもんルーブルなんか絶対なんだよ。そう、円でくれと。で円であげたらこれ で実は その人ね、うん、僕ら取材中にスリに会いよってね、あら1ヶ月分の給料盗まれよったんですよ、もう全部持ってたってことですか。その時で給料日で日本で言うたら公務員やったんで3万円ぐらいあったんですよ。で盗まれよって、いや僕らの、ギャラが十何万があった、うん、結構長い間拘束してた、まあまあ、はいはい、であと車代とガソリン代入ってる。あ、そうかそうか、全部込みで込みで、うん、ほいだら向こうの人がね、その、よ君な、うん、そのルーブル3万円分ほど取られてんから、うん、お母ちゃん残れやるやろと、うん、これをルーブルに変えなさいって言ったら、うん、そんなバカなことしない、うん、これは日本の製品を買う権利なんやって言うわけ。はあ、日本の製品はやっぱりいいですからね、質が高い。ちなみに何が欲しいんやって言うたら、うん、ちょうど極東やったんで、うん、NHK の BS が映るんですよ。ほうほうほう。ウラジオサハリンの方、うんうん、だからBS アンテナとチューナー買う言うて、もうやっぱり向こうの人にとってはすごい高価なもの。何が見たいね言うから、うん、実は今週ロッキー3があんねんって、あれみたいに友達読んでね、もう読んでんねんね、もういるで、もう読んでんねん、いや悪いけどあれソ連人ボコボコにされるで言うたら知ってるって。でももうとにかく日本のもん買いたいから、もう 円とドルで、みんながねちょっと小悪いことせなあかんと思ってるわけよ。 あの時子供たちの一番なりたい職業はマフィアやったからね。なんかやっぱり職業がマフィア、やっぱりすさんでくるとそうなってくるんですよ、ね、経済が大変になってくると、ね、そう、根っから悪い人ちゃうから、うん、悪いことだけするわけね、うん、例えば昼間レストラン行くでしょ、うん、でそこはもう円しかあかんですよ、うん、何食うでも1000円やよって、うん、で1000円払う、でカツ丼で1000円あるんで、ほんで夜もう一回行くでしょ、うん、なんかもう随分ええもん食うたと聞いたら1000円や言うんだけど、で帰ろうとしたら昼、うん、普通に応対してたドアボーイの兄ちゃんが、うん、コートを返し欲しかったら1000円よこせ言うね。へー
もうね、あとね、帰るときに、あと、カニ食いたいなと思って。ああ、まあ、ロシアに行ったしね。ほんなら、その通訳してくれてた おっちゃんが、うん、あの、わかったって、こんなとこ、カニはないと、町に。だ、うん、から、あの、実は、あの漁業組合の組合長が、木で、うん、あのくすめとると。で、木箱で。で、今から行こうって、入って、もうすごいよ、ぶわー乗り込んでいって、お前、あるやろって、うん、で、この人ら、日本からわざわざ来て、カニもないんかいって、怒ってるって、いや、僕、怒ってますよ。いや、怒ってはる。ほんで、よこせって、ほんで、また向こうの人も、しゃあないなって、木箱をボン渡して、これもでけって、こんなごっつい、けが、あの、タラバガニ、大阪入ってるんで、それ、あの、通訳の おっちゃんの家に行ってね、湯がいてもらって、まあまあ、まあ、そんなんとかね、あと、あの、帰るときに、空港で、結構、機材あるでしょ、あの、テレビの素材に行ってたから、お金をちょっと追加で払わなあかん、どうしてもね。はいはい、その時に、なんぼですかって言ったらね、A コースと B コースがあるって言うよね。うん、何の違いですか、それは。いや、それで A コースが、例えば3万円で、B コースが5万円ですって言うよね。うん、何それ、ちょっと俺、これ大事なもんやから、うん、あの存在に扱われるんやったら、5万円でもええんで。なあと思って、はいはい、どんな人かなと思ったら後ろがねちょうど日本人の商社マンのおっちゃんが並んであったやつ、あそれあのお宅それあのこれ5万円やったら、うん、こいつ2万円くすねるつもりでおるから、うん、あの一緒ですよってやることは一緒ですけどほんで分かったってちょっと試したろうと思って、うん、俺は3万円コースでええけど、うん、お前に5000円今チップやるわと、そしたから特別扱いせえって言うから、おうおう分かったって真っ暗けの空港で待ってたらね手間抜きしようぜちょっとこっち来いこっち来いで、これ札やと、うん、で、見ろと 今からお前らの荷物乗せるとこ見ろと、うんうんうん、確実に丁寧に乗せるから、はいはい、見とけ、はい、ほんで5000円頂戴でいいのでもまあそうなってくるんですよねだから経済っ て、 あとね、最後に最後帰るとしてたらもうロシアのお金のルーブルの下にねカッペーカーというコインがある、うん、ガキがなーって子供が来てね、うん、で、あのロシアの土産カッペーカーいらんかとか言うからね、うん、いらんって言ったらでもちょっと珍しいから欲しいなと思って、うん、でなんぼって言ったらね2000円って言うんですよ、うん、絶対お前なと、うん、こんなもんお前、うん、20円ぐらいのもんやで、うん、20も1000円で、はい、5円ぐらいから、はい、2000円だからあかん、うん、だから1000円あかん、うん、500円あかん200円あかん、うん、20円あかんって言って、うん、でもその時タバコを捨てたから、うん、これ1本やったら交換されたそれでいいってタバコ1本と小銭へだからねみんなだから心底弱るなれへんあなるほどねなんかせな損や思ってんのそれがだからあの混乱期のロシアルーブルが価値がなくなった時の、うん、これいわゆるデフォルト債務不履行になってしまうというか、うんうん、可能性もあるということなんですけれども、うん、実際にこれどうなんですか石田さん起こりうる可能性というところっていうとハイパーインフレが これが長引くやとほんまにハイパーインフレになると思うね、うん、あの国は、うんうん、もう今あのよくあの昔歴史の教科書で見た、うん、あのねキャベツ1個買うのにリヤカー1台持ってこないとってあのね第一大戦後のドイツの映像がありましたけど、うんうん、まあどっかでこれあのもうこのちょっとこの戦争というかどう落ち着けるのか分からへんけどもあのおそらく世界中の人がね、はいうん、これをはどこに落ち着くんだ、落としどころは何なんだって、僕、この番組やってからずっとね、この大きな戦になる前に、落としどころはどこですかって言い続けて、みんなが分からん、分からんと言い続けてて。うん、だからほんまに、ただこのままいくと、言うたら、もう分からせると兵糧攻めを劣るわけですよ、ロシアの国は。ロシアの方がロシアが兵糧攻めを打てるわけですよ、うん、だって物入ってけへん物は入ってこないで物売ってお金もらおうにも売られへん、はい、な兵糧攻めやんこれ、うんうんうん、でそれで中で起こることっていうのはだってインフレしかもハイパーインフレなんで、うんうん、だって通貨の値打ちが下がっていっとるわけやから、うん、どんどこ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 これいろんなお話があったらそれロシアの人々がね、はい、立ち上がるということとかはないんですかやっぱりそれを期待しての経済制裁なんですよね、これ。うん、本当はね、うんうんまああの。ロシアの人たちが立ち上がって、うん、今の政権をなんとか、うん、変えたら、君たちのこのしんどい状況は解決できるやんっていうふうなんが狙いやとは思うんだけども、うん、まあそこはね、なかなか。うんうん、あの僕ね、極東の人だけしか会うてへんけど、ロシアの。うんうん、めちゃくちゃあのアジア人やったで、シャイで。まあまあ、交流とするとそちらの方が近いわけですからねただその人らがもうお金の値打ちがなかった時に何かせんと食っていかれんと思うから、はい、物は
でも盗むだけでね、なんかこうそんな大々的にあの、うん、ホールドアップは要せへんね。ねえ、うんうん、ではそんな中で、続いてこちらでございます。はい、時刻6時41分30秒回りましたが、ウクライナ侵攻で原油価格が130ドルに伸びるという可能性ですね。エネルギー分野のコンサルティング会社ライスタットエナジーはリポートでですね、ロシアのウクライナ侵攻によって国際原油価格が1バレル130ドルに高騰する可能性があるとの見方を示しました。これ当然ガソリンや電気の値上がりというところに我々回り回って日本にも影響が出てくるというお話になるんですが、斉下さん、こちらの方は、我々日本にとってはかなり身近な話になってきますよね。はっきり言うとその、いろんなもん、まあ、ロシアから入ってくる、うん、で全体としては日本の輸入量の 2% 弱やけども、うん、原油で言うとね、まあ、4% ぐらいあるんですよ。あ、それも 4%? 大きいのは天然ガスでこれ 8% あるんです。あ、そう、 8% ただね、原油って、うん、言うても 92% は中東なんですよ、はい、だからまあ別に 4% ぐらい、うん、なくなったというか別にそんなことない、はいはい、うん、で、8% の天然ガスなんだけど、これはあのやっぱりオーストラリアとかマレーシアとか原油と違ってね、天然ガスは世界のどこでも取れるんですわ、うん、日本でも取れるけど、はいはい、だから日本は取れる量に比べて入ってくる量がでっかいけどね、うん、あの使う量が多いから、お使う量が世界一輸入してたの最近まで、うん、天然ガス世界一輸入国や。あ、そうなんですね。それ最近中国に抜かれたのかしけど、うん、中国なら輸入してる、ああ、はいはい、うん、まあまあ、うん、それぐらい輸入してた、うん、天然ガスで難儀なんは天然ガスの値段の決め方なんですよ、うん、天然ガスの場合バレルじゃなくてその熱量で計算するからちょっと、はい、あの難しいんだけど、取れた量っていう感じでもないん、まあ、量は量になる、量は量、うん、量だからこんだけの量でどんだけの湯を沸かせるかという熱量計算するん、うんうんうん、で、あの、まあ、値段の決め方がね、原油にスライドするってなってるんですよ。原油上がったら上がった、下がったら下がるってなってるんで、原油上がってしまうと天然ガスも上がってしまうという、うんうん、あの運を言わさず、うん、だから今原油がね130ドルとか言い出すとちょっと待ってくれよと。で、あの野村総研の人がね計算してるんやったか、野村総研だったかな、うん、要はね、100ドルぐらいで推移すると、うん、今まあ実際100超えちゃってますけどね、はい、これから100ドルぐらいで推移するとこの1年間で家計の負担が2万6千円増えるっていう。うわ、大きいな。2万6千円月にして2,000〜3,000円ですね。これでも地方の人で車もっと乗る人はもっと多いよ、ね、ああ、そうか、うん、多いよ、うん、で、実はもう去年1年間電気代めっちゃ高かったでしょ。高かった。そうなんですよ、ね、電気代高いのにガソリン代まで、うん、そうなんです。で、一昨年に比べてすでに去年はそういう家計が、ま、ガソリン電気ガスとかで2万5000円ほど増えたよ。でさらに2万5000円だから5万円や、うん、2年間でこれ大きいで、大きいですね。でちなみにね、僕計算したら例えば年収400万円から500万ぐらいの、まあ、言うたら一番多い層の世帯で、はいはい、年間の消費税の負担額が大体 1% 上がると2万2000円増えるんです、うん、消費税が 1% 上がると平均的な世帯で2万2000円の支出増になる、はいはいはい、で今回その2万6000円1年間で増えるということは消費税に直すと 1.2%、うん、それが2年連続してる状態なんですよ、うん、ってことは上がり続けて10円上がってたけど、実は去年から今年、あ、その前の今年から比べると11になってて、はいはい、さらに今年から来年から12になるという、うんうんうん、このままいったらね、うん、あのそれぐらいの負担感になるけどね、はいはい、もう大変やで、これ。そうですよね。であとね、はい、まあ、原油ばっかり言われるけど、まあ、大きな原油なんだけども、うん、さっき言ったように、ガソリンスタンドの隣でとあの小麦粉売ってるんだよ、うんうんうん、トウモロコシは売ってて、うんうんうん、これも結構あの大きい、大きなってくるんだ案外これが、はい、小麦とトウモロコシが上がりだすと、はい、あの飼料とかね、パンとかもそういうので全部上がってまうんで、はい、これが大変なんと、結局ガソリンの値段というか原油の値段にいろんなものに影響しますよね。そういう加工することも含めてですね。あとね、アルミ、アルミっていうのはあっちこっちで、まあ、やってんだけども、ロシアでアルミを作ってる会社、うん、アルミを作ってる会社がでかいのがあるんですよ、うん、で、アルミがね上がるとね、アルミっていろんなものに使ってんね、うん、建材もそうやけど、例えばまあ自動車の中も結構アルミ使ってるでしょ、うん、で、まあ、というとアルミ缶がそうですね、うん、でこんなんがもうどんどん上がって、そもそもね電気代上がってたから
電気めっちゃ使うやん、アルミって。だからアルミの値段がめっちゃ上がっとったんですよ。さらにその大きなアルミの供給元であるロシアから入ってけえへんとなると、はい、アルミの値段がまた上がっていく、これもね結構いろんなものが値段上がる。これあの意味軸もね、ガソリンの補助金が、はい、元々今5円で出してたのを25円にしていくって話があって、うん、若干こうなってくるとこう価格に対してね、うんうんうん、我々も割安なちょっとは安くなったかなっていうのが実感できるかなと思ったんですけど、170円を超えるようにしようってことやから、うん、それでアルミは関係ないからね、うんうん、アルミが入ってけえへんのは原油とは関係なくて、関係ないです。で例えばその原油価格が上がるうんぬんとなった時に、はい、さらに、でもこの25円どころで追いつかないようになってくる、うん、みたいな話になってきますかね、さらにこう、なってきて、だからあのトリガー条項を、うん、まあ聞かして、うん、あのいわゆる上乗せしてる、うん、揮発油成分ぐらいの、あの、うん、上乗せ分をやめる、25円、うん、25.1 円か、はい、やめましょうみたいな話になるかもしれない、ね、あとねちょっとね皆さん覚えててほしいのが、ロシアから世界に出てるもんで、うん、原油、天然ガス、うん、これは大きい、これがめちゃくちゃ大きい、うん、はい、で小麦もまあ日本には関係ないけど、うん、まあまあ、まあ大きい、中国、はい、これは中国かな、うん、あんまり関係ないかな。それで、うん、あと大きいのがアルミでしょ、今のアルミ、あとねパラジウムっていうのが結構あるんです。パラジウムって何に使うんですか。これがね、あの排ガスの触媒、つまり車を使うならこれパラジウムがないと排ガス規制に引っかかるぐらい、これがあることで、この触媒があることで排ガスあんまりなんていうかな、出にくくでいいというか、ほなめちゃくちゃ大事な、そうなんですよ、材料じゃないですか。これ実はね世界のパラジウムの4割はロシアなんです。ということはある意味ではこのエコな世の中はロシアがこの使ってたって可能、作ってたって可能性あるわけですね。まあ、でも石油石炭輸出しとるからあんま言われへん。まあまあまあ確かに、うん、あの1位が南アフリカなんですよ。で2位がロシアで、この2つ合わせたらもう8割なんですよ。パラジウム8割以上かな。だからそのうちの半分がロシアなんで、うん、これ入ってけへんなるとまあまあ混乱する、はあ、自動車のサプライチェーンが、そうですね、供給メーカー大変ですよね。あと直接車じゃないけどニッケルもね、あのでかいぞ。ニッケルは普段こうニッケル欲しいな思ったことってあんまないですけども、昔の50円玉がニッケルやってきたな。あ、そうです、大きいやつ、はいはい、でも、まあ、あれもあ、ロシア産世界の1割ぐらいなんですよ。でニッケルがなかったら何が困るか言ったら燃料電池ができん。そうや、書いて、あ、本当やっぱりエコな、そうやそうなんです、貢献してるものが、結構、ね、だからニッケルとパラジウムが入っていけへん、まあ、パラジウムは電気自動車は関係ないけどね、うん、排気ガスやから、ね、うん、だからどっちにしろ車の社会なんですね。ニッケルも電気自動車、パラジウムはガソリン自動車、でそこにいて原油、原油、うん、結構自動車今日ガーシャ大変よこれ、アルミも含めたら。日本は結構大手の自動車メーカーさんたくさんありますからね。そうなんですね、世界が誇る、うん、ただこれはね言うたら、うん、ロシアを経済制裁する返り血なんですね、うん、そうです、だから結局、まあ、はい、僕ら耐えなあかんのかもしれない。そういうことですよね、うん、まあ、考えたらなぜわしらが耐えなあかんねんということなんですけど、世界はそうやってつながっていってるわけですから、一方でそのウクライナ方が今厳しい状況を追い込まれてるためには我々も何らかの、うん、ね、でロシアのね、まあ、ほとんどの国民の人はもう関係ないわけやから、知らんままにこれ巻き込まれてるわけ。そうなんですよね、この人らも今苦労してるわけで、お互いになんか誰が幸せなんですか今って話ですよね。そう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 、誰のために、誰が幸せになるためにやってるんだろうっていう話になりますよね、こうなるとね。そうなんです、だからロシアの指導者を変えなしょうがないよ ね、 ね、はい、本番ね、時刻6時50分まもなく30秒になります。お知らせの後もお話し続けていきます。さあ時刻まもなく6時59分になります。続いてこちらです。就活解禁、一転売り手市場に。そんな中初任給29万円の企業も。すごいですね、うん、23年に卒業する大学生、大学院生の新卒採用の会社説明会が解禁ということになりましたが、今年は売り手市場、ね、学生さんが優位というふうにも言われているそうなんですが、一方で、全社員の基本給平均5万円以上上げる新報酬制度、4月から導入するバンダイナムコエンターテインメント、初任給従来の23万2000円から29万円にという、お、ね、すごいな、羨ましいですね石田さん。いや、まあ、あの基本給が上がるということは、うん、残業した時の残業手当も変わってくるし、全てが変わってくるということです、ね、まあ、例えば退職金とか、まあ、ボーナスなんかも、まあ、係数が、まあ、変わるけど、変わりますけどね、基本給は変わるとね、はい、基本的には
上がってくると。じゃあそのあたりの狙いは一体どこにあるのか、7時のお時報の後お伝えします。まあ、石田さんは私もサラリーマンやって長いですが、うん、まあ、あの本当に基本給ってのはいろん全ての、うん、いろんなね、例えばボーナスだったりとかにする、いろんなものにかかってくる、ね、退職金なんかいろいろなことも含めて、うん、はい、まあ、うわちゃん自分の基本給くらいとか覚えてる？あの、まあ、明細見たら覚えてる。でも今ちゃんと細かくまで僕ね、あのやっぱりと、ね、もう僕40年ぐらい初任給ですか？あ、そうそう、あ、初任給、ね、初任給の、あ、初任給ね、初任給ね、基本給、はい、初任給ね、はい、あれ僕が40年ほど前やねんけど、うん、14万円ぐらいだったかな。だからね、何年か働いて、基本給が20万超えた時に、うん、なんかちょっと嬉しかったなっていうのがあってね。そう、うんうん、でいつの間にか、まあ、今ね、あの、全業種やと大卒の初任給の平均って21万円なんですよ、うんうん、まあまあでもね、まあ、今あ多分僕らが入った時の、うん、30年前とあんま変わってないんじゃない？変わってないでしょ。変わってん。これが怖いっちゃ怖いですよね。だから僕が入った時から10年ぐらいは結構増えたと思う。うん、そこから止まってるんじゃない？だってそっから30年止まってますよ。そう。ただこのね、 IT 業界は他のところよりもやっぱ優秀な人ね、うん、欲しいから高いんですわ。まあ勉強しちゃったしね。勉強しちゃった。で特に IT の中のこのゲーム開発会社、今回のこのバンダイナムコの中の、うん、バンダイナムコエンターテインメントというところは、バンダイグループの中の、バンダイナムコグループの中の、うん、あのソフトを開発するとこやから、はい、こういうとこはね、給料がまあまあ、やっぱそうなんでしょうね、取り合いでしょうから ね人材のね、まあ、とはいうものの、今まで23万円やったのを29万にするわけやから、うん、こっちでこれ29万は大きいですよ、初任給で。大きいね、大きい。まあそれでね、うん、いろいろ調べたんですよ、うん、あの今の、まあ、学生さん、まあね、あの昨日からか、会社説明会、うん、はい、ね、はい、実質はもう動いとんね、動いてるところもありますけどもね、ね、うん、ただ今解禁になったのは今3年生の子じゃない、うん、で実質もうちょっと前ぐらいからごそごそみんな動いてるんですけども、うん、3年生の子ってさ、1年生こそ大学生活送ったけど、うん、2年3年とコロナなのよ。そうやんまだコロナやね、ほんでまたほんまコロナのまま4年に突入するわけ。気の毒やわ。だもう学生やってへんね、ほとんど。だからよくあの学生時代何を力を入れましたかという学知化というものがもうコロナですもんね。だからコロナの力で出るわけちゃうから、うん、なかなか難しいみたいな、ね、だからなんて言うんでしょう、逆に石田さん、僕ら採用する側の方になった時も ね、 そうやね、どこを見てこう学生さんを、うん、ね、評価していけばいいんだろうとありますもんね、うんうん、まああの学生さんもね、あの今就活でも僕も二度と嫌なぐらいしんどかった、面倒くさかったけど、うん、入ってから思うことは、うん、選ぶ方もしんどいぞと。そうだ結構選ぶ方も大変なんですよ。そうですそうです。あと一方であの学生さんは学生さんでね、あの向こうも見てはるので、うん、例えば放送局がお受けになりたいという方もいらした時に24680を見た時に、そこで我々も選ばれる会社に医者さんなりたいですね。いやいや、ほんまそうですね、本当にね。さあそこでや、はい、あそこでごめんなさい、はい、就職情報サイトを運営している学上という会社がね、はいはい、そこがね、あのまさに来年春卒業する、うん、つまり昨日から会社訪問が、はい、うん、説明会が解禁になった学生さんを相手に、うん、あの企業選びで重視するものは何ですかというのを複数回答 で1位は何、1位はもうダントツで 66% で仕事内容、そらそうやろなと。で実はお金って答えた人は、給料の高さって答えた人はトップ10のうちの8位なんですよ。もう金じゃない、全然違う。だから2,3,4,5,6,7 は一つぐらい当てれる。何、人柄の良さ、社風。あ、社風はね、1,2,3,4,5位です。あ、社風5位、5位で 26.4%、 はい、あと何、あと何、あ、じゃあ、なんだ、夏川に答えてもらおうか、はい、うん、今の学生さんは企業選びの時に重視するものは1位は仕事内容なんです、うん、でお金は8位なんです、はい、間に例えばどんなものがあると思いますかという。若者の意見を聞いてみる。それはね、うん、ちょっとあの例えば社風、社風言うたら社風やんか、はい、うん、あ、それは入ってる、はいはい、休暇が取れる、あ、これは6位です。お、6位です。なんかクイズ100人に聞きましたみたいなつけるな、はい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 、ある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 、はい、あとなんやろ、社風、給料が、仕事内容でしょ、仕事内容は1位です、はい、先輩と付き合いをしなくていい、
あ、付き合い、あのね、松川それはね、あの、ま、そんなに嫌か、いや、そうじゃないです、今の若者、若者の嫌そうじゃないです、あのね、素晴らしい、それ2位です、2位で、嘘だ、え、なに、2位何、2位何、2位は一緒に働く社員との相性、今言ったことやん、今松川が言ったことやんか、ね、社員、あ、まあそうやね、一緒に働く社員となる、これが2位なんですよ、すごいやろ、それはでも分からいではないな、分からいではないでね、3位がね、何、僕はこれは考えた、自分が就活生が考えたことなかったんやけど、うん、3位は福利厚生、うわ、もうちゃんとしてるな、ああ ちょっとやっぱりそういうしっかり安定とかも考えるんでしょうね、4位はまあこれはまあ勤務地なんでこれはまあ分からんけど、ね、2位3位がちょっと意外でしょ、そうですね、そうやね、先輩が嫌なやつじゃないか、で福利厚生がちゃんとしてるか、これは2位3位、そうですね、ラジオ機の皆さんが今この我々の放送を聞きになって、毎日放送がどういう会社かというのをどれぐらい想像いただいてるか分かりませんが、いい会社だとしかもう我々も言いようがないので、はい、よければぜひお受けになってきていただきたいと思います、はい、時刻7時6分でございます。